デカキン TV レディゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。はい、ということで、今日も始まりましたブチャキチ TV です。ブチャキチの一日を伝えていきたいと思います。ブチャキチが結構トイレの中で過ごしてることが多いんですよ。そちらをぜひ見ていただきたいと思います。ブチャキチトイレで寝ないでね。そこ寝る場所じゃないからね。さっき砂きれいにしたかばっかりだから。ブチャキチそこ落ち着くんか。ブチャキチ、あ、出てきた。遊んでくれると思ったんだね、今。ちょっと待って、お前、待て、お前うんこしてないか、今。おい。あ、背伸び？背伸びしてトイレに入る猫なんて珍しいな。ずっとトイレにいるもんね。尻尾も丸めて、ご機嫌で。うん。トイレにいるんだもんな。珍しいね、ブチャ吉ね。トイレがひんやりして気持ちいいんかな。水に溶けるトイレの砂を使ってます赤ちゃんの頃からね、そのトイレでやってたもんね。ぴったりだもんな、サイズ。ひんやりしてんだろうな。また涙出てきてる。後で拭くね、涙ね。握手は？ブチャ吉、握手。なんだって。おっ、危ない。ブチャキチ握手、握手、握手だよ、握手。はい、握手、握手、いいね。もうコロコロ鳴ってる。握手、何わからん。握手、あ、ありがとう、ありがとう。えらい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 。うんうん、何何って。キッチンはね、ずっとなんか生まれながら、だいたいトイレにいるの好きだよね。あ、出る出る出る。